はい、今年もですね、毎日この相場解説をやってきましたけども、今日明日とね、かなり総決算といいますか、いろんな意味で総決算させていただきます。まず、このチャート、これはね、ウィークリーなんですけども、これを見ていただいて、動きがこういう風になっていることを私ずっと申し上げてたのをちょっと思い出してくださいね。こういう風に言ってますよね。で、もう一つのポイント、これは1月のあたりからずっとなんですけども、この3つのポイント書いてですね、線を引きます。この丸いところに来たら上昇が始まるんだよということをねずっと言ってましたね。もうね、耳にタコですよね。こういうふうな特徴を知ることによって勝率はまず固くなるわけです。で、次なんですけども、ちょっと一部をクローズアップしてみますね。今のここの部分だけをクローズアップしていきます。こういうふうにね、右肩上がりになっている瞬間に私たちは立ち会ってるわけなんですよ。これ1本が1週間ですから、4つで1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月、5ヶ月ずーっとこれは右肩上がりだよってことを申し上げていました。ですから、このね、ウィークリーとかデイリーで勝負する人は、買いで入っていればまず負けがないってことです。これで勝率が6割になります。次、では4時間の足ではどうかなというところですよね。4時間、あ、これデイリーです。すいません。デイリーだったらどうかなってことなんですけども、デイリーの場合も、こういうふうに言って、もうまあ、毎日毎日同じこと言ってますよね。こういうふうに言って、こうだよと。それをもうちょっと細かくすると、こう上がってきたのが、ここを入射角にして、緩やかなフラッグ右肩上がりになってるでしょということをね、ずっと書いてますよね。こういうふうにフラッグが書かれているよと。まあ、若干ね、左の方は綺麗なフラッグではないんですけども、じゃあ、次は、ここまで下がってきてますよね。これが私のフラッグ理論だと、ここまで下がるのが、まあ、考えられるかなと思いますけども、ただこういうことも言ってました。ここと同じように、途中で上昇に向かっちゃうんだよっていうものがあるんですよ。まあ、ですんで、買いで入ることを予見しながら、十分売りを引き付けておいて、もうね、エントリーポイントを見つけるというのはこういうことなんですよ。どこからエントリーしようかなと。かなり下がるようでしたら、下がりきったところでエントリーすればいいんですよね。ここを待つわけですよ。でもそうじゃなくて、いやもうこれ以上は下がらないんじゃないかなと思ったら、そこをエントリーするわけなんですよね。で、もう一つ、下がり続けていくんだったら、下がったところも取っていきましょうよってことで、相場の解説をさせていただいたのが12月の25日です。こういう動画を撮っていますけども、印象に残ってますかね。ちょっとそちらの方の動画を見てください。だから、この辺で売りに入って決済し損ねた人は資金解放されたんで、今度ですね、下に向かった時っていうのは、突き抜けるんですよ。こういうふうにね。こういうふうに考えていけばいいと思いますよ。よろしいですかね。はい、いかがだったでしょうか。それではですね、次の4時間の方行ってみましょうか。4時間。4時間じゃなくて、デイリーの右肩の左翼の方行ってみましょうか。右翼か。こっちの方にこういうふうに行くトレンドの流れがあって、フラッグをこういう風に形成すると。ちょっと分かりにくいです。すいません。フラッグを形成しているのが、ここですよ。フラッグをね。先ほどと同じこと言ってますからね。こういう風に来て、まあ、大雑把に行くとこうです。フラッグはこういう風に書かれてます。ね。分かりやすいでしょ？私の相場解説って。で、これがあとは、ここまで来たけども、どうかなと。ここまで十分下がるかなとか、そっからここから行くかなってところなんですけども、十分下がるんだったら、その過程で、さっきの動画ですけども、取ることもできるよと、売りを取ることができるよっていうのが次です。これです。じゃあ4時間を空けるとですね、どういうことが言えるかっていうと、これ、資金解放されたのが、ちょっと下がったらグバッと下がるよって言ったのがこれです。じゃあすぐにもう1時間の方行ってみますね。1時間だと分かりやすいです。ほら、資金解放されてるんですよ。要するに、ここら辺で、資金解放された方っていうのは、ここで新たなね、売りに入る資金ができてるわけですよ。だから、売りが進むから、ここに乗っかっていけば取れるでしょって言ったのがそのまま来てますよね。ということで、12月30日、窓を開けたりね、2点3点するところで、ちょっとややこしい瞬間があったんで、ポジションは私も取ってません。ただ、考え方としては、これなんですよ。これを押さえてなくちゃいけないんですよ。資金解放された人たちが、新たなる売りを仕掛けてくるのがここなんで、ここ同じポイントでしょ？だから、ここで、売りのポジションを取れば、もちろんロスカットを設けですよ。これは取れるわけですよ。これ大きいですよ。この20ピップス、25ピップスが取れるのは。
だからこれが1年の総決算ですよと、1年間コツ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 やってきた方はこれが取れないまでにしても分かるはずなんですよ。なんで取れないまでもっていうことかっていうと、その前が直前がですね、こういうふうな窓を開けたりとかですね、上下にヒゲをものすごく出したりとかして、ここでエントリーする度胸まではないんですよ。だから私もエントリーはしてないです。ただ結果を見ると、あ、12月25日に言った通りになったなっていうのが確認できたんで、金銭的には利益にはならないですけども、スキル的には十分培ったものがあるなというふうに1年間を振り返ることができたわけですよ。さあ皆さんはいかがだったでしょうか。この1年間 FX 相場解説ドル円だけに絞ってやってきましたけども、十分利益が取れましたかね。私は目標利益にはならなかったんですけども、まあ 80% ぐらいはクリアしたかなと思います。だから残りの 20% を埋めるために、まあわざと私はゾーンも移動平均線も使わずに来たんですけども、それでもここまでいけるってことはね、やっぱ FX ちゃんと学んでいけばできるんですよ。私はそう思いますけどもね。多分私が365日相場解説したのと同じペースで365日相場解説をやってきた方もいないと思いますし、私の動画を毎日見た方もいないと思います。ということは、私以上に成果は出てないような気がしますけども、いかがでしょうか。それではね、また、もうちょっとだけ相場解説今年残していこうかと思いますけども、本日は以上です。